こんにちは、トーマです。今回はこちら、無課金サブアカウントなんですけど、 Y マネー20万。いやーこれ初めてじゃないかな、多分10万も貯めたことなかったんで、こっちのアカウントは。で、この Y マネーをね、今から全部なくしていきたいと思います。何をやるかというと、通常ガチャですね、あの 3000Y のやつ、ちょっと初心者向けになっちゃうんですけど、この普通の妖怪ガチャ、これが技マックスの妖怪とかね、一体もいない状態で20万 Y マネー回したらね、これ一攫出るのかというのをね、ちょっとやってみようかなと思います。67回ぐらい回せるのかな。とりあえず行きましょう。多分ね、出ないと思う。なんかね、昔は、最近全然やってないからわかんないんだけど、昔はね、この確率アップとかあったんだよね、通常ガチャの。なんか一攫とか確率アップあって、その時は、まあ、結構出たんだけど、この通常時は、まず出ることなかったんで。ちなみに金率も見ていきましょうか。7、8回に1回ぐらいかな。で、一応ね、たまに質問受けるんで言っておくと、このガチャはね、技マックスになるとその妖怪が出なくなります。普通のね、イベントガチャだと技マックスでもね、出てきて秘伝書に変わるんですけど、このガチャはね、技マックスになると出てこなくなるので、まあ、最終的にね、秘伝書と経験値玉しか出なくなるということですね。さすがにね、一攫だけはやっぱり出にくいと思うんで、ヤマタン作れるんでね。やっぱ B ランクとか A ランクとか全部ね、技マックスになって S しか出ませんよっていう状態とかだったらまだ出るかもしんないけど、一体もやっぱり技マックスがいないと、もう金すら来ないね、これ。金すら10回に1回とかだったらちょっとやばいな。67回回しても6回か7回でしょ、金。さすがにそれじゃ出ないよ。こんな来ないんだ。こんな来なかったっけ。ダークニャンとか初めてのレベルか。あー、もったいないな。イベントの三国志ガチャ回した方がいいかな。あ、でもちょっとやってみたかったんだよね。本当は30万貯めて100回回したかったんだけど、さすがにね、つらい。やっぱりね、メインアカと比べると半分以下ぐらいしかバイマネー稼げないんで。金来ないね。え、こんな来なかったっけ。やばいやばい、キジニャンとか出てきちゃって、こんな出なかったっけ。ただ 3000Y だからね、普通のガチャよりは回せるんだけども、やばいね、こんな出ないんだ。ちょ待って、これ一攫出る出ないっていうより、金がもう3個とか4個しか出ないんじゃないの、これ下手したら。やばいね、こんな渋いんだ。あ、なんか痛感させられたわ、これ。これはきついね。もう最初はもうほぼ B と A しか出ないんだろ、これ。やばいやばい、これは闇だわ。リセマラとか絶対無理じゃん、これ。ちょ待って、これ企画終了まであるんだが。4万回した。まだ20回は回してないか。あ、来た来た来た。やっぱ15回か20回に1回ぐらいだね、これ。まあでしょうね、でしょうね。しかも S 出にくい中での一攫さらに出にくいだろうからね。うーわ、これはきついな。金5、6回しか来ないかもな。いや、やばいぞこれ。20回目かな、これが。今20連して金1ですね。あ、そんなもんか。え、待って、これ相当きついね。もう完全にこれ、でもな、技マックスにするのが目的じゃないからね、こっちのアカウントは。だったら回す意味ないか、これ。で、なんかもうちょっとさ、まあ、出ないとは思うけど、金は出ると思ってたんだけどね。これは無理だわ。普通に終わるわ。いや、無理だ。え、これどうしよう。こんなに出ないと思ってなかったから。ちょっと10万ぐらい残すのもワンチャンあるな。10万残して三国志ガチャ回した方が良くない、これ。よし、来た。2回目、やっと2回目。そこ行く。これは出ないわ。お、連続だ。そう、ここで一攫出たらもうさ、終了なんだけど。まあそうだわな。コマさん、コマジロー。まあ、せっかくだから回すか、やっぱ20万分。15回、20回に1回ぐらいですね、金は。
なんでさ、これ確率アップなくなっちゃったんだろうね。たまにやればいいのにね。イベント系ばっかりじゃなくてさ、通常ガチャもね、回してる人たくさんいると思うから。よしよしよし、上がってきた。来い、一角。あ、また秘伝書も結構出るんだね、これ。なるほどね。1ヶ月にね、1回か2回ぐらいはあってもいいと思うけどね。あのレジェンド解放に必要な妖怪の確率アップとかさ、もう一切なくなったでしょ。ここ 3,4 ヶ月来てないんじゃない。うわー、きついな。もうちょっとで半分が終わる。おー、来た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 、乗ってきたね。頼む、水色。あー、またまあ無理だわな、やっぱり。まあでも全部いこっか、20万。じゃあこっからはあれしようかな、金以外はもうカットしていきまーす。よし、来た。6回目かな、多分。さあ、まあそうだわな。よし、7回目。 10% 以上はあんのかな。おー、あー違う。あ、思い出した、今のであれも欲しいんだわ。なんだっけ、アゲアゲハ、あれも持ってないんだよね。花咲か作れないんだよね、だから。お、連続8回目乗ってきたよ。スタルム、アゲアゲハでもいい。もう違うよ、アゲアゲハは出るんじゃないの。あと11連か。あ、まだか、そっか、 3000Y だからもうちょいいけるか。ラストです。金は7かな。あー、終了した。はい、ってことで一角はさすがに出なかったわ。やっぱ無理だね。アゲアゲハが出てほしかったなー。でもはい、ってことで20万Y 分ね、妖怪ガチャ回したから67回ですね。で金が7なので、まあ、10% ちょっとぐらい。で一角は多分確率低いと思うんでね、最初はなかなかね、そのぐらいのマネーだとゲットするのは難しいかなと思います。なんかミッション受け取ったらマネー増えたんで、一回だけ回そう。土蜘蛛出ないかな。お、お、土蜘蛛か。なんだっけ、武将日野神。なんかさっき似たようなの見たわ。一回で金出るっていう奇跡が起きたのに。はい、ってことで残りの時間はですね、スキルの秘伝書、あ、待って、こっち持ってないわ。ちょっとメインアカウントいきます。はい、ってことでメインアカウント来たんですけど、結構スキルの秘伝書に関してね、質問受けるので答えていきたいなと思います。どこだ、あった。今ね6冊あるんですけど、誰に使えばいいですかっていう質問をね、結構受けるんでね、まあ参考になるか分かんないですけど、僕が使ってるのはこの5体ですね。他は多分使ってないと思う。ラスブシ、エジソン、キラコマで、覚醒日野神は、あ、3だね。覚醒日野神はまだ全部使ってないんだけど、あと発動シーウィスパー、この5体に使ってます。正直ね、スキルの秘伝書はそんなにね、じゃあ使ったら効果あるかって言われたら、そんなにね目に見えてないんで、例えばキラコマに使ったら、じゃあワイマネー稼ぎで稼げるようになるのかって言われると、もうほとんど変わんないです。なのでね、まあワイマネー稼ぎとかはほとんど変わんないので、正直スコアタが結構まだ効果があるのかなと思います。まあこれは種族効果もアップするけど、スコアアップ 10% でしょ。エジソンは完全スコアボーナスだもんね、 15% で、キラコマもまああるし、でヒノシンもまあそうだよね、ウィスパーもそうなんで、スコアタで 5% 上がるとかって言われると、まあちょっと変わってくるんですけど、マネー稼ぎでね、種族効果が 5% 上がったところでほとんど変わんないんで、まあ、スコアタちょっと頑張りたいよっていう人は、まあこの辺の主力メンバーに使ったらいいかなと。でスコアターはまあ最近やってないよっていう人も多いと思うんで、そういう人はまあ自分が使ってるやつ、ラス節使ってたらラス節に使えばいいと思うし、キラコマに使ってたらキラコマに使えばいいと思うし、マネー稼ぎでそんな効果はないけども、まあ、それに使うのがまだ無難なのかなとは思います。あとはまああれだよね、最近ちょっと特殊な武将日野神とか、このデカプニが降ってくるとかで使ったら、まあ、多少はね使いやすくはなると思うんで、まあ、こういうのに使ってみるとかもまあなしではないかなとは思いますけどね。まあその2択かなといった感じですね。はい、ってことで本日は以上になります。よろしければチャンネル登録、高評価の方よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあ。